冒険者の皆さん、こんにちは。エオルゼアニュースの時間がやってきました。今回ご紹介するのはこちら、10月13日日曜日に行ってきたイベント、ゼロムス集会所です。このゼロムス集会所はその名の通り、ガイア TC のゼロムスサーバーで定期的に行われているイベントで、冒険者同士がもっと気軽により広く交流を行えるように、毎月第2、第4日曜日の21時から24時までの間開催されています。特徴的なのは、特定のハウジングで行われる他のユーザーイベントと異なり、開催場所が西サナラーン地区のシルバーバザー、すなわちフィールドマップとなっている点です。このフィールドは一部のクエストで立ち寄ることがあるものの、追加ディスクを重ねた現行の FF14 では通常のプレイでは訪れることが少ないエリアであり、本来であれば閑散としているマップですが、このゼロムス集会所が開催されている間だけは多くの冒険者で賑わっています。ウルダハから歩いて行けるアクセスの良さからも、サブキャラで気軽に参加しに行けるのもポイントだと思いました。イベントの内容は特に決まっているわけではなく、基本的には参加者による突発的なイベントが開催されていることが多い印象です。楽器演奏や落語、特定のミラプリによる撮影会など、訪れた冒険者が気軽に参加することのできる内容ばかりです。このゼロムス集会所はすでに50回以上開催されているらしく、もともとはゼロムスサバのユーザーが盛り上げていたイベントですが、ワールド間テレポが開放された今では他のサーバーからも数多くの冒険者が訪れています。特定の主催者によらないイベントはとても気軽に参加しやすく、それでいて冒険者が集まることによる一体感を感じさせてくれます。あなたもぜひゼロムス集会所を訪れてみてはいかがですか。それでは皆さん、ご視聴お疲れみや。あなたの冒険が始まるのはいつですか。